はい、おはようございます。おはようございます。周防大島観光協会の番組島旅、記念すべき15回目を迎えました。今日は一大プロジェクト、2020年度に星に願いを、瀬戸内のハワイで星に願いをという、宿泊のお客様を対象にした願い事を叶える企画を観光協会で担当させていただきました。その際、石鍋邸にお泊まりの廿日市在住吉田洋一さんのシーカヤックで周防大島を一周してみたいっていう夢をが見事採択されて、今日念願かなって、もう足掛け2年ぐらいかかっちゃいましたけど、その願い事を叶えたいと思います。それではゲストの吉田さん、そして、ガイドの村田さんお招きしたいと思います。吉田さん、村田さん、ぜひいらっしゃってください。どうぞ。どうぞどうぞ。ちょっと慣れてらっしゃいます。実際その願い事をいただいた廿日市の吉田洋一さんです。吉田さん、おはようございます。おはようございます。今日からおおよそ1週間強ですよね。はい、はい、とても楽しみです。気合が入ってます。はい、あるんですけど雨男ですかね。これまでいろいろね、沖縄とか、はい、それこそカナダでユーコン下られたりとか、はい、もうそのカヤック、カヌーはもうずっと、そうですね、もう、はい、20代から出会いまして、はい、長い付き合いです、楽しく、やってますけども、はい、やっとこういう大きな島を一周できるという夢が叶いますんで、はいはい、すごく楽しみです。僕らも精一杯お手伝いさせていただきます。はい、楽しんでいただ、安全第一で楽しんでいただければと思います。それでは、瀬戸内パドリングの村田さん、はい、大役を今回お願いすることになりましたが、はい、あ、そうですね、はい、ちょっと今回お声掛けいただいてこんな素晴らしい大きな一大プロジェクト、はい、人生にもうないと思いますので。そんなに大きなプロジェクトなんですね。そうです。ちょっと僕ら自覚が足りてないかもしれない。いや、もう全身全霊で、はい、引き締めていきたいと思います。はい、行きましょう。ちょっと安全第一で、はい、安全第一でよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ吉田さん、最初に、はい、心意気をもう一度いただければと思います。心意気ですか。はい、そうですね、楽しく島の皆さんにご迷惑かけないように、はい、そして、はい、助けを受けながら、はい、安全に航海したいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、行きますよ。さあ、行ってくるぞ。2020年8月から開始された星に願いをキャンペーン。これは周防大島に宿泊された方の中からお一人の願い事を叶えるという企画。600通を超える応募の中から選ばれたのは、広島県廿日市市吉田洋一さんの自然豊かな周防大島をシーカヤックで一周したいという夢。今回の島旅は吉田さんの夢が叶っていく過程に密着しました。2022年5月9日、夢が叶う1日目。16日までの約1週間にわたり、周防大島一周のパドリング航海が始まります。瀬戸内パドリングの村田さんにシーカヤックガイドをお願いし、昼食や宿泊施設への送迎、難所と呼ばれる場所では伴走船が帯同予定。観光協会フルサポートで吉田さんの夢を叶えていきます。1日に漕ぐ距離を約 20km と想定し、途中でいろんな場所に立ち寄りながら一周します。最終日は観光協会スタッフも一緒にパドリングを予定。
島人との交流を交えながらの楽しいパドリングになりそうですよ。片添ヶ浜海浜公園を出発し、日向泊まで山の一本目の公開。ここで昼休憩を挟みます。前半戦お疲れ様でした。なかなかのコンディションだったと思いますが、10キロ漕がれていかがでした。もう腕がパンパンですね。パンパン。まあ向かい風でしたけど、はいはい、村瀬さんと一緒なんで楽しく行きました。日向泊を出発し、周防大島の北側へ。次の目的地は逗子ヶ浜です。途中、情け島付近の潮流が複雑な場所を通るので、漁師の小田さんの漁船に伴走してもらいます。潮の穏やかな時間帯を選んだこともあり、難なく情け島との間を通過。この日は天候が悪く、波も高かったのですが、伊保田付近まで来た頃になって、さらに波が高くなってきました。前に進むか、立ち止まるか。伴走船のスタッフが状況を判断することに。もう少し先に進むと波が収まるようなので、一気に進むことになりました。初日のラストスパート、ご安全に。さて、初日のゴール地点、逗子ヶ浜に到着です。はい、初日の航海、お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事、目的地である逗子ヶ浜に到着されました。安心しました。ほっとしております。コンディションは決して万全とは言えない、割とこう、まあ、風の強い波の高い一日だったと思いますが、どうでしたか？ハードでしたね。
なかなかこういうコンディションでは小柄い、普段は小柄いんですけど、はい、まあ、皆さんのバックアップ、はい、まあ、村田さんと、はい、まあ、伴走ついてくれた方々がいたんで、はい、まあ、ちょっと、はい、心に余裕もありつつ、ちょっとチャレンジできました、はい、ありがとうございます。あ、いいえ、はい、まあ、およそ120キロの工程の20キロが終わったかなと、6分の1が終わったかなといつ、まあ、始まったばかりですので、まあ、本当に安全第一で、何よりあの夢を叶えるということでしっかり楽しんでいただけたらと思います。5月10日は逗子ヶ浜を出発し、新宮島を経由して引間まで、5月11日は引間を出発して無垢のを通り三釜までやってきました。さて5月12日、いよいよ一大イベント、大島大橋の下を通る日です。出発は三釜の浜、2人のシーカヤックは伊佐さんのデコポンハウスに保管されていました。今日は潮流の複雑な大島大橋の下を通るので、伊佐さんの漁船で伴走してもらいます。お、今日のゲストが登場です。この派手な水上バイクに乗ってやってきてくれたのは大島商船高専の幸太先生。水上オートバイを使ったレスキューの最前線を行く先生です。吉田さんが昨日の夜にたまたま一緒になった食事どころで友達になり、本日の伴走を買って出てくれたのだそう。心強すぎる。さて本日の難関、大畑瀬戸、昔から海上交通の要所として知られ、ここで発生する渦潮は日本三大潮流にも数えられています。今回は流れが緩やかな潮止まりのタイミングで通ります。大畑瀬戸を無事に通り過ぎると、あれ？一行は大島商船高専へ。何やら校長室に通されました。どうやら吉田さん、昨日の夜の食事どころで商船の校長先生ともお友達になった様子。ぜひお話ししましょうとのことで招かれたのです。これが巻き結びね。これはクラブイッチで、うん、あ、とっくり結びとかね、陰気結びっていうんです、うん、あ、いろいろなんか一緒、うんうん、それでこれもう一回こうやると、これで縮め結び、ね、シープシャンク、長いロープを短く使って、うん、経験豊富な校長先生のお話は面白くて、あっという間に出発の時間。記念写真を撮って出発です。はい、お願いします。吉田さんの人柄がよくわかる一日でしたね。商船高専を出発した後は横見まで行きました。5月13日、横見を出発し花房を経由して東上野省まで。5月14日、15日は一旦お休み。最終日の5月16日は東上野省を出発。
昼休憩に直室までやってきました。さあ、ゴールの片添ヶ浜海浜公園までもうすぐです。5月16日、直室。今日は波も穏やか。沖家室大橋の下を通りますよ。今日は沖家室の漁師さんが伴走してくれています。これぞ瀬戸内海と言わんばかりの穏やかな波、気持ちよさそうですね。目的地のおつみも見えてきました。ここからは観光協会のメンバーも一緒にパドリングを楽しみます。二人とも初心者なので、まずは陸で練習。特製海上ドリップコーヒーで一服。海の上でコーヒーいいですね。さあ、夢のカヤック一周、いよいよラストランです。みんなと一緒にゴールの片添ヶ浜へ。120キロの行程を見事パドリングで走破いただきました。走破というのかな、漕ぐ、はい、想定の走で走破かな。いや、僕らも基本丘からとか、船からとかっていう形で大してお役に立ってないんですが、サポートさせていただいたんですが、まあ、何ですかね、こう夢を叶えるって本当素敵で、楽しかったです。もう純粋に楽しかったです。実際このチャレンジを終えてまだ、何ですかね、余韻冷めやらぬ状態でコメントを求めるのも無粋かなと思うんですが、ちょっと今率直なお気持ちをお聞かせ願いますか。まだ終わりたくないなというのが率直な気持ちです。まだこのゴールの、はい、今日の片添の穏やかさが、うん、はい、本当心地よすぎますね、うん、はい、このままもうちょっと漂ってたいような気持ちよかったですね、はい、なかなかあっという間に終わってしまいました、はい、浜に上がりたくない。そうです、ね、僕ら気持ちよかったです。 2,3 キロぐらいしか一緒に漕いでないですけどもうちょっと行きましょうか今からサム一緒に漕いできたかのような手でいや本当そんな気持ちにさせていただける、8日間でした。
本当にあの僕らも幸せな気持ちになれた、もうお礼を感謝を申し上げます。でもう全幅のこうサポートをいただいた村田さん、瀬戸内パドリングの村田さんからも一言いただけますか。はい、でまあ、あの海を越えてたのはあの、まあ、吉さんと僕だったんですが、はい、まあ陸上班の方にすごく手厚くサポートしていただいて、まあ、ゴールした時もこうみんな一緒にこうゴールした感じを味わうことができたのと、はい、まあ、今回吉さんこう普段からシーカヤックなさってるので、うん、まあ、そういったこう、まあ、チームとあとこう漕げる方、はい、吉さんだからこそこう、まあ、完走できた実現できた、こういい夢だったなという、うんうんうん、あとこう大島のね、島の魅力もまたいろいろと発見できたので。そうですよね、あの海から見るとね全然違った景色に見えるっていうのを改めて僕らも再発見させていただきました、うん、大島商船の校長先生のところに、あ、それでね、表敬訪問びっくりでしたね。いやいや、あれひょんな出会いからあの海から上陸させてもらって、商船高校の校長室まで行かせていただいて、こんな光栄なことありませんね。高田教官もね、あの何ですか、水上バイクで、はい、サポートしていただいて、なんかだん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 こうねプロジェクトが大きくなって、人が人を巻き込むじゃないですけど、なんか夢ってすごいなと思いましたね。なんかシーマンシップを感じましたね。商船の初代もそうですけど、まあ、皆さん助け合いながら行くっていうのをすごく感じた旅でした。じゃあ皆さんちょっと1週間みんなで与一さんの夢を叶えてきたぞ、楽しかったぞ、おめでとうございました。お疲れでした。夢は叶うもので、楽しい時間は一瞬。その儚さが尊くて、また次の夢を持つきっかけになったりして。あなたの夢は何ですか？